Yamaha Custom 82Z was born to satisfy artists. Its great dynamic range lets you control sounds as you like. Its flexible key action and placement feel just right. When new cutting-edge saxes and artists come together, the collaboration pushes back the boundaries of music. まあ、ネックももちろん2つに共通で使って大事なものではあるんですけれども、やはり一番その875と 82Z の違いは何かと言われると、ボディ、要するにその艦体の形状ですから、875はよりコンパクトでコントロールがしやすい楽器ということで、その艦体のメンズルというかテーパーを工夫しています。それの形状を 82Z とはまた違った形状にすることで実現しています。逆に言うと 82Z は、また875とは違う艦体のテーパーというんですかね、思ってまして、それによってそのよりフレキシブルで自由な演奏を考えられる楽器になってます。要するに6人用ですね、6人のカスタム版ですね。これは初めからの我が社の念願だったんですけど、それをしなきゃいけないということがありました。それでまあそういうことを思いつつ875EX を開発していたわけですが、まあそこにで得られたノウハウというのはですね、非常に6人のバージョンアップに非常に有益でありまして、やっぱ EX なくしては6人が 82Z には昇格できなかったというところですね。まずはネックとか、先ほどの言った鍵の動きのためのネジ、それからリブ、それを全部踏襲しましてですね、で6人に合った 82Z なるゆえのですね、ための要素、それをこれをピックアップしたんですね。The latest technology cultivated by Yamaha is lavishly packed into the Custom 82Z. There is no need to sacrifice comfort for sound. You can literally have it all. Hiroshi Nakajima carried out its development with Phil Woods in our American Custom shop. His devotion to the Custom 82Z touches the hearts of artists.特にジャズの世界っていうのは、なんでまあジャズのミュージシャンたちはもう本当に何でしょうね、本当に自分の思いのままを外に本当に素直に出る楽器っていうのを求めているのかなと。でそういった意味でそのまあいろんなテストをしながら、その贅肉をそぎ落として、その本当にこうプレイヤーが持ってる素直な思いが音になると、まさかこんなとこがという一つ一つの組み合わせがまあ、一つの集合体としてこう人間に返ってくるわけですね。吹いた時にですね、レスポンスであり、音程であり、響きなり、僕はなんか 82Z という楽器はそういう楽器かなと。その贅肉を弾きもう本当にそぎ落として、本当にありのままのものを外に出せる楽器、そういうふうに感じますね。82Z というのはやっぱりジャズボーカルというか、ね、まあ、そういう音ももちろん出ますけど、すごいダミー声とかですね、その人の感情が表現できる、もう豊かに出ると。ですから人によっての個性が際立つという関係と思います。